ミハウパズダンは、ポーランドクラクフ出身のプロサッカー選手。ポーランド代表、レギアワルシャワ所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブのフトニッククラクフでキャリアをスタート。2007年、グールニックザブジェに移籍。9月14日のポロニアビトム戦でエクストラクラサ、初出場。2015年6月24日、レギアワルシャワに、移籍。2019年1月、 トルコの遠景アンカラギュジュに遺跡2007年12月15日のボスニア・ヘルツェゴビナ代表との親善試合で初キャップ UEFA ユーロ2008ではメンバー入りしたものの出番はなかった大会終了後はしばらく出番がなかったが11月21日にアンタルヤで開催されたトルコ代表に出場した UEFA ユーロ2016ではドイツ代表戦で0の0の スコアレスドローに持ち込み、試合後マンオブザマッチに選出された。パズダンの活躍もありポーランド代表は、史上初のグループリーグ突破を決めた。この活躍から、プレミアリーグの複数クラブが興味を示した。決勝トーナメント1回戦、スイス代表戦では、ジェルダン・シャチリに跳ね返った浮き玉を、バイシュクルでのスーパーゴールを決められてしまい同点に、追いつかれるとともに、 本体開発の失点を喫したが、チームは1から1のスコアのまま延長戦を終え、PK 戦の末に、スイス代表を下しベスト8進出を決めた。準々決勝では、ポーランド代表のエース、ロベルト・レバンドフスキが、開始2分に先制ゴールを決め早々にリードを奪うと、パズダンは、ポルトガル代表のエース、クリスティアーノ・ロナウドを徹底的にマークし、 ゴールチャンスを何度も防いだが、ポルトガルのレナト・サンチェスの同点ゴールもありチームは延長戦を戦い抜き PK 戦の末に敗れた。レギア・ワルシャワ、ありがとうございます。